八重樫は、ネリはすごく怖さがあります。もちろんこの前やったタパレスも同様なんですけど、スーパーバンタム級の初戦がフルトンだったんで、あれが全てなんじゃないかなという人も多いんですけど、でもスーパーバンタム級はタレントが多いんで、ネリもタパレスとはちょっと違った意味の怖さがある。すごく振り回してくるし、連打を打つ選手なので、そこに巻き込まれないようにしなきゃいけないし、きっとパワーもあるだろうから、そういうのも踏まえた上でプランをしっかり作ってやっていけばいいかなと思うと、ネリのパワーによる圧力と連打による乱戦に巻き込まれないよう、井上の試合運びをしなければならないとした。そうすれば期待通りの KO 勝ちもあると見ているようで、かっちりハマったら多分直哉が倒すんじゃないかなと思いますけどね。皆さんもきっとそう思ってると思うんですけど、それこそ山中慎介が2回負けているんで、敵討ちみたいなもので、日本人の好きなシチュエーションだと思うんですけど、それを抜きにしてもネリの怖さというのもあるので、しっかりプランを作っていって、直哉のボクシングでいい勝ち方ができればいいんじゃないかなと期待してみてくださいと話した。元 WBA 世界ライトフライ級王者の具志堅は、今回はファンがすごい注目するのでは、山中選手との世界戦でやっちゃいけない悪いことをしちゃったからね、みんなが敵討ちを期待してると思うとし、元 WBC 世界スーパーフライ級王者の川島克史も、これはやってほしいですね、やってコテンパンに倒してほしい、ただやっぱりネリもいい選手、強いんですよ。ネリのいいところは左右のフック、アッパーコンビネーションでまとめて打ってくる。危なさは井上選手は分かってると思うんで、そこを見切る力は絶対ある。そんなに直哉選手はバカバカもらう選手ではないので、どこかでカウンターを一発決めて倒すのでは、ボディーか何かで倒す感じ、左右のフックアッパー系の連打を警戒しなくてはと感じている。具志堅は、ネリは1ラウンドからワーッとくる、危険もある、ラッキーパンチをもらった時は怖いから、今まで井上チャンピオンが戦った相手の中では一番スピードがある選手だと思う。手の速さがここ5、6試合ぐらいの世界戦の相手の中ではネリの方が早く出してくるのではと見ている。だからか川島はディフェンスもしっかりしないと、パンチもあるし回転力もあるからと、さらにネリの強打による連打を警戒していた。元世界王者たちはまとめてくるパンチを警戒とのことだ。そこをどうさばくか、どう井上のパンチを当てていくのか注目していきたい。井上尚弥選手応援しています。井上尚弥に幸あれ。あなたはどう思いましたか？コメント欄で話し合えたら嬉しいです。